中小企業庁は日本の行政機関の一つ。中小企業の育成、発展に関する事務などを所管する経済産業省の外局である。全企業数の99.7%、全労働人口の7割を占める中小企業357万社に対する中小企業政策を担う。中小企業庁は中小企業庁設置法の目的である。 健全な独立の中小企業が国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、かつ企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに、鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、かつその経営を向上させるにたる諸条件を確立することを達成することを任務としている。この任務を達成するため、 設置法は、中小企業庁の所掌事務を13号にわたって、列挙しており、主に以下の中小企業に関する事項の事務を司る。毎年、中小企業白書に収録される文書を作成している。これは、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告と、中小企業政策審議会の意見を聞いて、中小企業の動向を考慮して、 講うじようとする施策を明らかにした文書からなる。いずれも、中小企業基本法により、政府が毎年国会に提出することが義務付けられているので、中小企業白書は、いわゆる法定白書の一つである。中小企業庁は、国家行政組織法3条2項により、経済産業省に外局として置かれている。内部組織は、法律の中小企業庁設置法。 政令の経済産業省組織令、省令の経済産業省組織規則が改層的に規定している。独自の地方支文部局はなく、経済産業省の地方支文部局である、経済産業局内に中小企業に関する事務を司る部署が置かれている。主管する独立行政法人に中小企業基盤整備機構がある。主管する特別の法律により設立される、 民間法人に、東京中小企業投資育成株式会社に、名古屋中小企業投資育成株式会社、大阪中小企業投資育成株式会社がある。所管する特殊法人に、株式会社商工組合中央金庫がある。認可法人、地方共同法人は所管しない。経済産業省の該当の項を、参照特記なき限り、退任日は、 公認の発令日中小企業庁の幹部は以下の通りである。下請け代金支払い遅延等防止法は、親事業者の下請け事業者に対する優越的地位の乱用行為を規制する日本の法律である。独占禁止法の一つを構成する。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特別法として制定された。2003年の改正により、 規制対象が役務取引に拡大され違反行為に対する措置の強化が行われた。親事業者が禁止行為を行っている場合、公正取引委員会は親事業者に対して現状回復措置等の必要な措置を取るべきことを勧告するものとされる。また、公正取引委員会と中小企業庁が共同で定期的に書面調査、立ち入り検査を行っている。 さらに、親事業者の義務違反や禁止行為があった場合、立ち入り検査を拒んだ場合などは、50万円以下の罰金が規定されている。ありがとうございます。